こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。悪魔揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。グッドオシが前に行きそうです。アフリカンティル、それに続いています。さらにはメジャーレーヌ、4番プレミアムマドンナ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはメジャーレーヌ。もう一度先頭から見ていきましょう。アフリカンテル、先手を取りました。その外にサンライトハード、その外からメジャーレーヌ、内からはグッドオシが並んで、10番リーガルグローリー、黒の帽子、プレミアムマドンナ、その後ろ。その隣にニュースカラー、内からはウイニングコール、黒の帽子、キングオブフラッグ、その後ろ。ステージチャンプ、この位置です。レアリングシルエット、そのうちに続いています。赤の帽子、キャッスルシャレード、その後ろ。最後方にストップザロック、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。2番クラシッククライ、リードは1馬身から2馬身、マジカルサンクス、それに続きます。緑の帽子、キングスグローブ、その後ろ。その外にサンライトハード、並んで15番メジャーレーヌ、その外にリーガルグローリー。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭からキングスグローブ、先手を取りました。クラシッククライ、それに続きます。すぐ後ろにサンライトハード、ピンクの帽子、メジャーレーヌ、その後ろ。すぐ隣にマジカルサンクス、その外からニュースカラー、赤の帽子、グッドオシが、その後ろ。すぐ隣にプレミアムマドンナ、その横にウイニングコール、ステージチャンプ、この位置です。すぐ後ろにレアリングシルエット、並んで3番キングオブフラッグ、これに続くのがキャッスルシャレード。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭はアフリカンテル、キングスグローブ、ほとんど差がありません。サンライトハード、3番手ステージチャンプ、これはいい位置につけています。先頭変わってキングスグローブ、先頭。2番手はアフリカンテル、残り 200m、 キングスグローブ先頭だ。残り 100m、 マジカルサンクス先頭、キングスグローブ、マジカルサンクス追いすがります。キングスグローブ1着、2着にはどうやらマジカルサンクス、勝ったのはキングスグローブ、見事な勝利です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はウォーターデュール、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は鳥海キャロル、あと 200m、 先頭は鳥海キャロル先頭です。このまま押し切るか。リバーガール、鳥海キャロル追いすがります。リバーガール1着、2着にはどうやら鳥海キャロル、リバーガール見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。Thank you.